エース電子工業株式会社は大阪市住吉区にかつて存在した日本の電子楽器メーカーであるローランド浜松研究所に展示されているナショナル SX-601 エース電子工業は1960年に架橋育太郎が当時の坂田商会社長の深い理解を得て坂田商会他の出資に基づいて設立した電子楽器メーカーで ACE とネはその製品ブランドだった。主力製品は電子オルガン、リズムマシン、ギターアンプ、エフェクターで海外輸出も行い、一部は OEM 供給していた。1972年は死後退社に伴い、坂田商会系列の日本ハモンドが ACE とネブランドを引き継ぎ、以降少なくとも2つのシンセサイザーを発売した。 しかしその製品詳細は ACE、トネの OEM 供給情報と同様に極めて情報が少ない。海外で半ば都市伝説と化しているローランドからの製品供給の可能性の検証も含め今後の解明が期待される。エース電子工業の最初の製品、1962年のエーストーンカナリー s には真空間式で単音の電子オルガンだった。 しかし当初は十分な販路が得られず、坂田紹介のつてで、松下電機へ OEM 供給を行い、1963年、テクニトーン初代機種 SX-601 が発売された。1963年には、ギターアンプの製造販売を開始、後にエフェクターも発売し、ビートルズやグループサウンズのブームで国内で知名度を高めた。 1964年には、手動ボタン式の電子パーカッション楽器 R1 リズム。ただし、R-1 は、先行他社、リズムボックス、工具ダンカマティック、セバーグリズムユニット等の主要機能だった、プリセットリズムを備えておらず、製品化もされなかった。はしごの著書、I Believe in Music には、出展が決まり急遽初渡米し、ナム会場に展示ブースを設置した様子や、 最初の訪問者としてチャーミングだけど、謎のカップルが現れ、はしごが戸惑いながら対応した様子がユーモラスに描写されている。この他著書には、ナム参加の大きな収穫として、アメリカの楽器卸売会社、ピーター・ソーキン、キンミュージックは、その後、エース電子工業やローランドの初期の、米国代理店として、約10年にわたりはしごの重要なビジネスパートナーとなった。 1965年には ACE とネブランドのコンボールガントップマイナス3を発売以降シリーズ製品としてトップマイナス5、トップマイナス7、トップマイナス8、1968年にはトップマイナス1、トップマイナス9、その後トップマイナス6と相次いで新モデルを投入し輸出も行うようになった。この他海外では 家庭用小型電子オルガンの存在も確認されている。また1967年前後にリズムマシンの電子化に必須のダイオードマトリックス回路を独自開発、同社発のプリセットリズム付きリズムマシンリズム AS、ASFR-1 を発売した。FR-1 は高発製品ではあったが市場に好意的に受け入れられ、1967年、 アメリカのハモンドオルガンの製品オプションに採用されるに至り、ついに ACE、トネの黄金期が始まった。1968年エース電子工業は、ハモンドと資本提携し、伝説的な国際販売組織、ハモンドインターナショナルカンパニーとの合弁会社、ハモンドインターナショナルジャパンを設立、ハモンドの日本総代理店を開始した。なお1970年には、 主要株主坂田商会もハモンドと提携して合弁会社日本ハモンドを設立 HIJ の業務を引き継ぐとともに電子オルガン製品の OEM 製造輸出を活発化したサウンドオンサウンド2002年11月記事によればハモンド製造元のハモンドオルガンカンパニーは AS 電子工業に対し伝統あるトーンホイール式 ドローバーオルガンハモンド B-3 と、その派生機種の製造、供給を委託する提案をした。しかし、はしごは、同方式の衰退傾向とコスト上昇を理由に、提案を断ったという。また一説には、はしごは、ハモンドのために苦労して、電子オルガン用オシレータを開発したが、結局、ハモンドはそれを採用せず、代わりに、自社で製品化したという。いずれにせよ、 エース電子工業は電子方式でハモンド伝統スタイルとその課題に挑戦し、1971年、ドローバータイプの本格的コンボオルガン ACE、トネ GT-7、GT-5 を発売した。これらの製品は、ハモンドポルタ BA の ACE、トネの回答として、ユーザーに好意的に受け止められ、後のハモンドポータブル製品へとつながった。 しかし1972年、出資者で主要株主だった坂田商会が経営悪化して住友化学系列となり、AS 電子工業の出資比率も変動し、意思決定をめぐる衝突が発生した。よっきり会社を失ったはしごは、自ら創業した AS 電子工業を3月に去り、1972年4月18日、ローランドを設立した。なお、 当時両社はわずか数百メートルしか離れておらず、何名もの技術者が同時に移籍、製品ノウハウや重要な海外取引先を持ち去る徹底ぶりだった。ローランドの突然の独立と非公式な経営主義以移行の結果、両社製品は過渡的に類似した。1972年ローランドは最初の製品として3つのリズムマシン TR-77。 tr-55tr-33 を発売したが、その最上位機種 tr-77 は以前、ACE トネが発売したリズムプロデューサー fr-7L と告示していた。一連の騒動は海外取引先、OEM 先にも少なからぬ混乱を引き起こした。もともと ACE、トネの公式 OEM 先だったハモンドは、 製造元の違いを知ってか知らずか、それまで通りラベルをハモンドに張り替えて出荷していたという。また1964年以来 S 電子工業の米国代理店として米国進出を担ってきたソーキンミュージックは、はしごの勧めに従いローランド米国代理店へと倶えした。しかしその後、1970年代中盤にローランドは世界各地で 既存代理店の権益を切り崩す過酷な販売計画を実施し、送金ミュージックに事前通告なしで証券侵害を繰り返すようになり、両者の協力関係は完全に終了した。そして、送金ミュージック司会社マルティバックスは新しい OEM 供給元を当時日本で創業したばかりのヒルウッドへと変更した。一方、ハモンドオルガンカンパニーは、 1974年、ハモンド B-3 製造終了をもって、トーンホイール方式をすべて終了し、かねてより採用を進めてきた LSI 技術で B-3 を再現したハモンド B-3000 や、アセートン GT-7 の流れを継ぐコンボールガン、ハモンド X-5、X-2、B-200 を発売した。後者の開発製造は、 AS 電子工業の再編に伴って製造販売部門を吸収した日本ハモンド自身が担当したと推測されているが正確な経緯は分かっていない。その後 AS 電子工業の名は市場から急速に消え日本ハモンドが ACE とネブランドの製品を販売していたことが確認されている。ありがとうございます。